中島立花1945年8月立花は第二次世界大戦末期に大日本帝国海軍が開発した総発ジェット戦闘攻撃機。日本初の純国産ジェット機である。エンジン開発は主に空議省が担当し、機体を中島飛行機が開発製造。ネ12バイト装備系を立花ネ20装備系を立花改めと正式には故障する。 試作機はそれぞれ、姿勢立花、姿勢立花改めと呼ぶ。姿勢立花立花の開発は、空儀省の中口博海軍技術隊員の指導の下、松村健一技士を主任とし、これに大野和夫技士らが協力して、設計試作が始まった。試作機のテストパイロットは、高岡進海軍少佐が務めた。1944年8月、日本は、 高高度を飛行するための下級機付き、高性能レシプロエンジンの開発にも行き詰まり、原油生産地のマレー半島と日本本土間の生海圏の喪失から燃料事情も悪化していた。海軍は低質燃料、低質潤滑油でも稼働し、レシプロエンジンに比較し、高性部品が少なく簡易で、高性能なジェットエンジンを装備した陸上攻撃機を広告2号兵器と、 過小指摘都市、同25日、中島飛行機に開発指示を出した。初期原案は3案あり、第1案は、胴体の上下にエンジンを配置する、胴体上下コンパウンド型。第2案はエンジンを胴体側面に埋め込む胴体、埋め込み型。第3案はドイツが開発した、世界初の実用ジェット戦闘機、メッサーシミット目262と同様に主翼化に、 エンジンを喧嘩する欲か喧嘩型であった。第2案が最も進歩した方式であったが、ネ20の小さい出力と製作工程での簡易化が検討された結果、第3案が採用された。技術面の問題もあったと言われている。その後、同盟国のドイツに駐在する日本陸海軍の将校と技術者が、メッサーシミット目262に関する技術資料を 入手することを決定し、紹介定用に日本が開発した小型ボート用のディーゼルエンジンが欲しかったドイツ側と戦闘機用に目262のエンジンが欲しかった日本の合意のもとドイツの占領下のフランスのトゥーロン軍港から日本とドイツの潜水艦で設計図を運んだメッサーシミット目262アンペア輸送に用いられた潜水艦は お互い一隻のみであり、ドイツの潜水艦は1944年末頃に日本占領下のインドネシアのバリクパパンに到達、上陸の後に日本海軍士官と情報交換した。その後、日本海軍潜水艦はバシー海峡でアメリカ海軍潜水艦の攻撃を受け沈没。また、ドイツ潜水艦が無事にドイツに帰還したかに関しては不明である。 ドイツから得た m 2 6 2に関する情報は、潜水艦が撃沈されたために、シンガポールで冷式輸送機に乗り換えて帰国した、岩谷中佐が持ち出した、ごく一部の資料を除いて失われてしまい、肝心な機体部分やエンジンの心臓部分の設計図が存在せず、結果的に大部分が日本独自の開発になった。開発に当たり当初、立花は固定武装の記事を装備せず、 同体下に 500kg、または 800kg 爆弾を一つ搭載し、陸上から発進して敵艦に対し水平爆撃、観光化爆撃を行うものとして計画された。一説には、3式25番8号爆弾、または、過小4式50番8号爆弾という、半長爆弾を用いた、半長爆撃も計画されていたという。第二次試作機からは、軍部からの要請で、 目262の30メートル MMK108、機関砲に匹敵する五式30ミリメートル固定機銃1型オツを装備したが、の数は2丁と目262の4丁と比べて半分である。さらに、相談数も目262の360発と、比べて本機は100発と少なくなっている。速度は、海面上335ノットと、 高度6000メートルで365ノット、航続距離は海面200回りと高度6000メートルで300回りを予定した。同時期に登場した P-80 ジェット戦闘機の試作機 XP-80A。機体形状は低翼ということ以外、第2案に極めて近い外観は目262に似るが、サイズが一回り小さく目262の 後退翼と異なり、テーパー翼を採用するなど、蒸気のような事情により実際には、ほとんど独自設計である。また、本機は、円体号に隠せる、よう外翼部を人力で髪型に折りたたむことができた。膠着装置は、前輪式であり、開発期間短縮と、部品調達の合理化のため、前輪には、爆撃機、 銀河のオリンを主ンには冷戦のヌシリンを流用している。エンジンは低水力を補うために2機を主翼化に堅調していた。エンジン水力が低いため、全備状態での離陸には固体火薬式の離陸用補助ロケット2本を主翼化付け根に装備する必要があった。また、対戦末期のジュラルミンなどの資材不足に対応した設計のため、なるべく警報金の使用を節約し、 ブリキやマンガン鉱などの光繁、光材といった代替素材を多用しているのも特徴である。この資源節約は陸軍の下流の設計にも応用されることになる。また大量生産に適するよう、簡素化と生産工数削減を考慮し設計され、冷戦の2分の1の生産工数で製作することができた。機体の製作は群馬県にある。 中島飛行機の小泉製作所3階にある設計部で松山健一主任の製作式のもとに行われたが、ボーイング B-29 による大規模な空襲で工場は壊滅状態となった。立花も格納庫が被害を受けるがなんとか無事であった。その後機体は空襲を避けるため工場から疎開し、現在の東部伊勢崎線木崎駅付近にあった農家の 洋産小屋に分散して、組み立てが行われた。試作機は1945年6月に完成し、エンジンの耐久試験もパスした後、飛行試験を行うため、木更津基地に運ばれ、エンジンと機体が組み合わされた。この頃、アメリカでは、同国発のジェット戦闘機である、ロッキード社の P-80A の軍への引き渡しが始まっており、ようやく月産30機に達しようとしていたが、 まだ実戦配備は進んでいない状況であった。なお、アメリカと同じ連合国のイギリスは、1944年7月に、グロスターミーティアを実戦配備していた。飛行試験中の立花離陸する立花8月7日に、小根油を含有する、停止水を16分間分だけ積んだ、経過重状態で飛行を行い、12分間の飛行に成功。これが、 日本で初めてジェット機が空を飛んだ瞬間であった。この時立花には離陸用補助、ロケット、アンテナ、前足のカバーが装備されず、足を出したままの飛行であった。10日に陸海軍幹部が視察に来る中、燃料を満載しての第2回の飛行が予定されたが、空襲で中止され、翌11日は悪天候で順延となり、実飛行は12日に行われた。 しかし離陸中に滑走路をオーバーランして格座。機体を修理中に終戦を迎えた。離陸失敗の原因は、離陸補助ロケットの燃焼終了による加速度の減少を、パイロットの高岡進がエンジン部長と勘違いしたもので、離陸を中止しようと試みたが停止しきれず、滑走道端の砂浜に飛び出して、足を破損したものである。本機はそのまま3日後に終戦を迎えた。 アメリカ軍に接収された立花終戦前には数十機程度が量産状態に入っていた。そのうちの数機は完成間近であったが、終戦時に完成していた機体は試作の2機のみであった。完成していた2機は終戦直後に終戦に飛還した工場作業員によって操縦席付近が破壊されたものの、研究用に接収しようとしたアメリカ軍により修理が命ぜられた。 本機は爆撃による対艦攻撃を目的とした特殊攻撃機である。王カのように初めから特攻専用として設計された特別攻撃機ではなかったが特別攻撃機を表す花の名称がついていることや当時の戦況を考えれば特攻機として使う以外に傭兵はなかったという意見もある。また軍部では高価かつ高い生産技術を要す。 レシプロエンジンを特攻機に使用して使い捨てるより極力温存を図って防空用迎撃機にこそ使用したいと考えており技術面を克服して量産にさえ至ればレシプロエンジンよりも安価かつ量産が容易なジェットエンジンこそ特攻機に搭載するエンジンに最適であると考えていたしかし当時海軍航空技術省で本機の開発に参加していた 隅信明海軍隊員による日本海軍の航空技術開発の裏話として特攻機、立花と名前が示すように当然戦闘機として使用できるジェットエンジンを装備しながら特攻機としてしか生産もできなかったしパイロット要請もできないという異常な状況に遭遇していたという内容からは本機がジェット戦闘機としての本文を要求されながらも名目上は 特攻機としてでしか開発許可がおりなかった現状がある。それが特別攻撃機を表す花の名称がついている理由となっている。ただし、立花のエンジン偽装を担当した渡辺進は、立花は体当たり攻撃機ではなく、最初から機関を前提とした特殊攻撃機であった。と語っており、立花は特別攻撃機ではなかったことを示唆している。カラー処理された 画像日本海軍は立花を量産配備する予定だった。立花による航空作戦の実施に向けて編成されたのが第724海軍航空隊である。1945年7月1日、伊藤助光大佐が司令に任じられる。飛行長は、忠厚氏自称佐。現在は、神の池飛行場と定められ、横須賀飛行場で開けたいした。 定数は立花16機、99式、環状爆撃機24機、練習機12機である。7月15日に連戦を行う三沢飛行場に移り、艦爆による飛行訓練が始まったのは8月1日からである。隊員に選抜されたのは6月末日をもって解体したばかりの三沢海軍航空隊で飛行訓練を受けていなかったヨ可連。 公費14期生100名と16期生200名であった。飛行訓練が凍結された後に入隊した生徒ばかりのため、間爆すら満足に飛ばせない状況下にあった。従って、11月に三浦半島へ展開させることを目標に、わずか3ヶ月の訓練が実施されることになった。さらに立花は極端に航続距離が短いことから、敵基地へ強行着陸後、 白兵戦を展開することも考えられており、陸戦の訓練も要求された。しかし、訓練開始から、わずか半月で終戦を迎えたため、無謀な訓練は終了することになった。ネ20も、参照試作2号機から外されたエンジン立花には、当初ネ12バイトが搭載される予定であった。しかし1945年4月、より高水力のネ20に変更された経緯がある。 ね12バイトを搭載した場合、初風エンジンを搭載する予定であった。ね20は、日本初の実用に耐えるターボジェットエンジンである。初元は、全長 1800mm、直径 620mm、全重量 474kg、水力 475kg、軸流式コンプレッサー8段、タービン1段、回転数 11000rpm である。これは、 空気症、エバラ製作所その他メーカーの協力にて設計、製造された。エンジン寿命は連続運転で約40時間と、非常に短かった。これは、水力軸受け座金の焼けつきがあったためで、小柴貞田博士が開発した当時、最高性能の工具工 CRW 校によって、なんとか実用化の目途を得た。ドイツへ派遣された。 以後第29潜水艦には、ジェットエンジンの実物を含む多くの技術資料が搭載されていたが、この潜水艦は途中で入港したシンガポールからの出港後に撃沈された。したがって立花製作に役立つ資料は、シンガポールで降ろされ先に飛行機で運ばれた BMW-003A の縮尺断面図と、ユンカースジュも 004B の実物見学記録のみで、あり。 これらが過労じで日本に届いたというありさまであった。当時ジェットエンジンのタービンブレードを製作するのに必要なニッケル、モリブデンなどの耐熱合金用材料も枯渇していた最中にこれらのわずかな資料を参考にたったの1年でエンジンを作り低出力ながらも実用運転状態までこぎつけたことはねじゅうねじゅう改めねじゅうにねじゅうにバイトなど それまでの独自開発経験の蓄積があったとはいえ、まさに国力を超えた技術者たちの執念という他になかった。種ヶ島時宮中佐率いる設計チームはそれまで設計を進めていた軸流式延伸式の値12バイトを放棄し、新たに軸流式の値20を開発した形になるが、開発の方向性が間違っていなかったことを確認して自信を深めたという。頭記号の ネとは燃焼ロケットの略である。また当時はジェットエンジンのことをタービンロケットと呼んでいた。ネ20は戦後アメリカ軍に接収され、一部がノースロップ工科大学の教材となっていたが、展示のために日本に耐与された際に当時の設計者がネ20は俺の息子みたいなものだ。息子を返す親がどこにいるとアメリカへの返還を拒否した。 とんでもない横紙破りであったが、ノースロップ工科大学はこれに対し、永久無償対応で答え、生まれの地である IHI に現在も展示されている。これとは別に、スミソニアイ航空宇宙博物館別館にも2機が展示されている。水力を20%増した改良型の根20改めが設計されていたが、試作までには至らなかった。 ね20改めは近年発見された500枚にも及ぶ完全なる設計図によると軸流式コンプレッサーが8段から6段に変更されておりエンジンの全長も短くなって軽量化されている水産地では速度が15%増し燃費が24%増したという立花は現在インターネット上やプラモデルなどで非公式に JQYJQNJ10N と呼ばれることがあるが J は陸上戦闘機を意味する機種記号であるが立花は特殊攻撃機なので間違いである。厳密には M7N か M8N を挟むなら M8 が妥当である。戦闘機型は自伝改めの例に習うと M7NJ、M8NJ となる。しかし立花には海軍略符号はない。 もしくは不明なのでいずれも公式のものではない。ただし、立花にも海軍略符号が付けられていたが終戦時に軍機密として立花の海軍略符号が書かれた書類が、ちなみに海外では立花の海軍略符号を JQN とする説が有力である。立花以外のジェット航、また極地戦闘機、神殿にもね130搭載によるジェット化の構想が、 あったとされる。他に特攻機として、ネ20を搭載する、王三33型、43型コウ、43型オツの計画があった。ターボジェットではないジェット推進機としては、ツ11モータージェットを搭載した王二22型と、秋花、ューパルスジェットを搭載する、バイカ,カ、ヤバはじめ型ラムジェットを搭載する、ヤバ製作所の試案、かつお通りの計画があった。 ウチオ22型トバイカは、特攻機である。スティーブン海、ユードバーイコールハジーセンター保有の立花エンジン、以外の復元部分スミソニアン、航空宇宙博物館では復元された立花が2016年より展示されているが、この立花が、終戦後に発見された、試作機2機及び組み立て中であった約23機の、どれが由来であるかは未だに判明していない。 アメリカ海軍の記録によると1949年2月18日にパタクセントリバー海軍航空基地の博物館に展示され1960年9月2日にノーフォークからメリーランド州シュートランドにあるポール・イーガーバー保管施設へ移されたその後博物館のスタッフは1961年3月13日に立花をコレクションに加え復元を行い今現在は バージニア州シャンティリーにあるスティーブン・カユードバー、ハジーセンターのボーイング航空ハンガーにて公開されている。同博物館では、立花の性能を、ワン、ウェイスーサイドミッションをベースとして、ネニジューのサイズ及び出力から、以下のように推定している。おー、サンダー・コンバット・フライト・シミュレーター・ゲーム。プレイヤーの操縦機体として、立花が登場する、正確にはネニジュー。 改めたボジェットを装備しているので立花改めに当たるがゲーム内表記は立花になっている。奇痛カやキスカなどの誤変換導入があったが2020年2月現在は立花になっている。RB などではブースターを使わないと離陸できない。バトルステーションパシフィック隠し兵器として登場する。装備は 30mm 機関砲2門と 250kg 爆弾。 艦隊コレクション艦これから艦上運用可能の戦闘爆撃機立場の改めとして登場する。ありがとうございます。